さあ、ここまでは色彩豊かな小編成の演奏でお送りしてまいりましたが、次はシロフォンという楽器にスポットを当てたプログラムをお届けしてまいります。シロフォンという楽器なんですが、シロは木です。フォンは鍵盤楽器を表す言葉です。私たちがよく耳にするのは木琴という名前ではないでしょうか。小学校などの音楽室にあるこの木琴は、馴染み深い軽快なリズムと気持ちがワクワクして思わず体が動いてしまいそうな音色を奏でます。その特性を生かして書かれたのが次にお送りする曲、シロフォン・オブ・ザ・マジックです。直訳しますと魔法のシロフォンという意味になりますが、どんな魔法をかけた曲なんでしょうか。そこからイメージが広がります。打楽器奏者片岡弘明さんが手掛けたこの作品を、演奏して楽しく、見ていて面白い、まるでマジックのようなシロフォンの卓越した演奏でお楽しみください。シロフォンソロ、鈴木花海士長、ありがとうございました。シロフォン・オブ・ザ・マジックお送りいたしました。まあ、まさにマジックという感じの演奏を聴かせていただきました。シロフォンという楽器のイメージが少し変わりましたが、音楽は本当に自由なものですね。見ていて楽しい、そんな演奏をお届けしてまいりました。